皆さんこんにちは、ザッピーです。これはミニトピックです。短いトピックですね。面白いというかね、ちょっとシリアスなビデオを YouTube 上で見つけてしまったので、感想をどうしても言いたくなったので緊急動画です。ポール・マッカートニーが1971年にですね、グラミー賞の、映画音楽部門でレッド・イット・ビーが、受賞してるんですね。でその場所でポール・マッカートニーがビートルズを代表して、アワードを受け取りに出ていくんですね。その動画です。リンクは下に貼っておきますね。で何がですね、ちょっとショッキングかというと、出て行ってリンダ・マッカートニーと一緒に出ていくんですけれども、で語った言葉がですね、挨拶がもうサンキュー一言なんですね。史上最短のメッセージですね。驚きもねあるんですけれども、納得もどっかにありますね。この、グラミー賞のアワードは1971年の3月の開催らしいんですね。なのでポール・マッカートニーのタイミングで言うと、ラムが5月の発売だったと思うので、そのくらいでしょうかね。ですが当たり前のようにもうビートルズは解散していて、一番思い出したくないようなレッド・イット・ビーの映画、それからアルバムですよね。それを、なぜかポール・マッカートニーが代表して受け取ってるっていうことで、その心境たるやね、じくじたるものがあったでしょうね。余計なお世話かもしれませんけど、よくポール・マッカートニー代表して受け取りに行ったなっていう感覚もね、やっぱりありますよね。おそらくね、この頃のことは何かの記事になっていて、情報はもう出ているかもしれないので、ご覧いただいている方の方がね、すでにもうなんでこういう状況になったのかっていうのはご存知かもしれないですけど、僕は全く知らないですね、この時の背景というかね、なんでポール・マッカートニーが行くことになったのかというのは。後でね、何かまた読んでて出てきた時はね新しい情報でコメントでも入れたいと思うんですけれども、いずれにしてもポール・マッカートニーがもうね、この頃は3対1の状況で、ビートルズと3人と戦ってたような状況でもあるわけですよね。でそのポール・マッカートニーがビートルズを代表して受け取りに行くと。でまだアラン・クラインが裏側にもいますからね、全ての金はアラン・クラインを通してね成り立ってるわけですから、よくわかりますよね。それでこのスピーチ、それでこのもう突っ張ったポール・マッカートニーって言うんでしょうかね。そう思いませんですかね。僕はやっぱり突っ張ってるように見えるんですけれども、なんかこう生きがってるポール・マッカートニー、もう社会に反抗しているポール・マッカートニー、こんなにねトゲトゲしくこうテンションを感じるポール・マッカートニーっていうのは、映像として残ってるのはそんなにないじゃないかと思うところもありますね。でもみんな知ってたでしょうね、やっぱりポール・マッカートニーが厳しい立場の中で授賞式に出てきてくれているというのは知ってたでしょうね。だからこそ盛大な拍手で、ああいう、多少失礼っぽいようなね、短い挨拶しかしなくても来てくれたことだけでも感謝してるというようなことなのかもしれませんね。ちょっとね見ていて驚いてしまったので短い動画とさせていただきました。失礼します。